皆さんこんにちは。ゆるキャットのいーちゃんです。これ見て、ほら目から涙が出てる、右目ね。ね、すごく心配でもね、充血とかはしていないから、なんてかなと思って1ヶ月ぐらい前にこれは気づいたのね。右目だけしか涙が出なくって、左目は普通なんだけれど、なんか見るとなんか涙が流れてる時があって、今みたいな感じ。ちょっと見せて、いいじゃん。こっち向いて、いい子。ほらね、右目から涙が出ている。ほら。ね。あ、なんか虫が近くにいる。虫が飛んでいる。ね。でね、獣医さんのところに行ったら、結膜炎かもしれないねっていう話になって、それで、お薬をもらって目薬を刺したんだけれど、全然改善されなくて、抗生物質の目薬を刺しても改善されないから、だからもしかしたらその鼻涙管っていう目から鼻に通ってる管が細いのかもしれないって、それはもう生まれつきの問題というか、だから普通はね、例えば目が空気に触れて涙がちょっと出たりすると、そこの鼻涙管っていう管を通って鼻に抜けるんだけれど、この子は細いから多分そうやって涙が出る時にそこから取らないで涙として目から溢れちゃうのかもしれないねっていうことで、それで明日検査をすることになりましたね。眼科医さんとも予約を取りました。じゃあね、頑張ろうね。また精密検査ね。また精密検査はね。そう、それなので明日病院にまた行ってきますね。頑張ろうね、いいちゃんね。ということで、またご報告させていただきます。今日もご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。